トヨタプリウスを変換したリチャージットプラグインハイブリッド。Google のマウンテンビュー構内にて。リチャージットは Google の事前事業部門 Google.org の5つのイニシアティブの1つ。プラグイン EV の採用の加速化による CO2 排出の低減、石油仕様の削減、電力送電網の安定化を目的に創出されたリチャージット充電ステーションは 変換したプラグインハイブリッドカー向けに設計された Google のマウンテンビュー構内のガレージで利用できるリチャージットイニシアティブは2007年6月に公表されたプログラムの一部として Google.org は100万 US ドルの助成金をすでに供給しプラグインハイブリッド完全な電気自動車 それらに関連した自動車と電力網の連携技術の開発、採用、商業化に資金提供をする提案に対して1000万 US ドルを拠出する計画を発表した。プログラムの一部として Google はパシフィックガスエレクトリックカンパニーとの間にエネルギー管理のソフトウェアを開発するパートナーシップを構築した。 このイニシアティブの発表とともに、Google はこの会社がエコロジカルフットプリントを低減するため、またクリーンな太陽光の電力でプラグインに電力供給するためにカリフォルニア州マウンテンビュー本社が太陽光をパネル設置にこうしたことも発表した。1.6メガワットのこのプロジェクトはアメリカ合衆国のあらゆる会社の構内で当時最大の太陽光施設になり、 世界のあらゆる会社のサイトで最大の一つになった。このイニシアティブの実際の展開は2008年1月に行われた。2010年初頭までに Google ググのマウンテンビュー構内は充電ステーションが100カ所あり、それはフリーカーシェアリングプログラムを通じて従業員が利用できる変換した。 プラグインハイブリッドの共同利用者向けであり、またテスラロードスター電気自動車を通勤に運転する従業員向けである。その電力の発電には太陽光パネルが使用され、この試験的プログラムは毎日の監視を行い、性能の結果はリチャージットのウェブサイトで公開されている。Google 従業員が変換プラグインで運転した2年間の収集データに加えて、 リチャージットは従来型ガソリン車3台、通常のハイブリッド車2台、プラグインに変換したフォードエスケープハイブリッドとトヨタプリウスの2台を使用して管理された試験を開始した。変換したプラグインの7週間にわたる走行実験の結果によると全走行を通した平均燃費は US ガロンあたり93.5マイル、市街地走行は US ガロンあたり115.1マイルであり、それは実験をしたすべての走行条件の最大値に達した。以下は7週間にわたる走行実験の結果の概要。ありがとうございます。